エルムステークス2022、昨年成功、勝ち馬の 100% 条件。皆様こんばんは。稼ぐ情報、競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる外球データ編ということで、エルムステークス2022をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去のエルムステークス外球傾向を学ぶということで、外球部は過去のエルムステークスでどのように構想しているのか確認していきたいと思います。そして2つ目、今年のエルムステークスはどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年のやつの外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではこちら2018年エルムステークスの傾向でございます。1着がハイランドピーク、2着がドリームキラリ、3着がミツバでございました。今年は2着のドリームキラリが外球チェックとなっております。そしてこちら2019年エルムステークスの傾向でございます。1着がモズアトラクション、2着がハイランドピーク、3着がサトノティータンでございました。今年は3着のサトノティータンが外球チェックとなっております。そしてこちらエルムステークス2020年の傾向でございます。1着はタイムフライヤー、2着はウェスタールンド、3着はアナザートゥルスでございました。今年は2着と3着が外球仕上げとなっております。そしてこちらエルムステークス2021年の傾向でございます。1着はスワーブアラミス、2着はオメガレインボー、3着はロードプレスでございました。今年は1着と3着が外球仕上げとなっております。エルムステークス2022年狙うなということで、大きな傾向が見つかりました。マリンステークスの上位馬を買うだけでございます。2018年1着のハイランドピーク、こちらマリンステークス2着、2019年1着のモズアトラクション、こちらマリンステークス2着、2021年1着のタイムフライヤー、こちらマリンステークス1着でございました。そして昨年1着のスワブラミスはマリンステークス1着、2着のオメガレインボーはマリンステークス2着ということで、ワンツーフィニッシュでございました。4年連続勝利馬はこの条件でございますので、今年もこの馬狙ってみてはいかがでしょうか。最終的な外球馬やデータ外道馬に関しましては、出走馬が確定いたしましたレース前日に LINE にてお送りさせております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よし、いいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。